BNC、セネットおよびツイストペアケーブルの両方のコネクタを備えた従来型のネットワークカードネットワークカードはネットワークへの物理的な接続を提供するためにコンピュータにインストールされるアダプタ回路基盤である。コンピュータネットワーク内でコンピュータ間の通信を行うために使用されるハードウェアの一つである。一般的には ランカードと呼ばれることが多いが、ネットワークアダプタ、ネットワークインターフェースカードなどとも呼ばれる。名称の通り、ランカードについては、有線のラン、特にイーサネットに対するものを指す場合が多い。ネットワークアダプタについても古くは同様であったが、イーサネット等以外の各種のネットワーク、例えば無線 LAN や 3G、i m a x 等の普及により、 コンピュータから見た通信デバイス一般を指すようになった。NIC と称する場合もあるが、これがネットワークインターフェースカードという物理的媒体を指すのか、ネットワークインターフェースコントローラという非物理的な機能を指すのかは文脈から判断するほかない。本項目では優先乱用のそれで特にパーソナルコンピュータ用のイーサネットのものについて説明する。 イーサーネット用、ネットワークカードトークンリング用の、ネットワークカードネットワークカードとはコンピュータに、ネットワーク機能を追加するための拡張カードの一種で、ある。コンピュータバスに接続する拡張カード上のものが、多いが、USB に接続するタイプ等もある。これらのアダプタは、イーサーネット、または、トークンリングなどの、特定の物理層及びデータリンク層を使用して、 通信するための電子的な回路を実装している。この回路は階層構造をなすネットワークのプロトコルスタックの基盤部分となり、同一の欄に属する小規模なコンピュータのグループや TCP、IP などのルーティングプロトコルを利用した大規模なネットワークとの通信を可能にする。一般的にネットワークカードはツイストペア、BNC、またはアウイといった。 ネットワークケーブルを接続するソケットを持つ。そして、ネットワークのオンライン状態やデータ転送中の状態を示す数個の LED を持っている。また一般的に転送レートにより10、100、1000Mbps の種別がある。物理層チップの例2000年代以降のほとんどのコンピュータにはマザーボード上にネットワークのインターフェースが組み込まれている。従って、 複数のインターフェースを使用するか、一般的ではないその他のインターフェース、またはネットワークを使用としない限りは、単独製品としてのネットワークカードは必要ない場合が多い。これらの製品では、PCI や PCI Express、CSA などのバスで接続されたネットワークコントローラを基板上に搭載する方式と、チップセットに統合されたネットワークコントローラを使用し、 物理層チップのみを追加する方式とに対別される。仮想機械や VPN においてソフトウェアに対して物理的なネットワークカードと同様に扱われることを想定し、ネットワークカードを仮想化することがある。仮想欄カードとも呼ばれる。ありがとうございます。